オプスマイナス9は富士通製の二次元レーダー。海上自衛隊の自衛艦において対水上捜索レーダーとして搭載された。本機種は沖電機工業製のオプスマイナス4の後継となる総海艇向けのより高解像度の X バンドレーダーとして開発された。開発は当時漁船用レーダーでシェアを伸ばしていた富士通によって行われることになった。また、 イギリス製の978型レーダーの技術が導入されたと申されている。オプスマイナス9の特徴は、同波間、スロットアレイアンテナとしては、異例の全長4メートルにも及ぶ長さにある。同波間、スロットアレイアンテナは、同波間の側面にマイクロ葉っぱなし出入りのための、スロット穴を等間隔に開けた構造となっている。発信時には、 各々のスロット穴から放出されたマイクロ波は干渉して水平方向にシャープなビームを形成する。これによって方位精度の向上が期待できる。一般的な同波間、スロットアレイアンテナでは同波間に流れるマイクロ波が端から端へ流れるように配置されているが、本レーダーは全長が長いので発信時に同波間に流れるマイクロ波が中央から両端に向けて 流れるように配置された。原型機 OPS-9 のほか順次に B、C 型が開発された。当初の OPS-9 は、操縦新機、アンテナ部、指示機及び、新方位指示機で構成されていたが、OPS-9B では指示機の中に、新方位指示機を組み込むとともに、方位情報を外部に伝送できるシンクロ発信機を組み込み、またソリッドステート化によって、 重量も軽減されている。OPS-9 は1966年に実用化された後、OPS-4 と同様、総改定の他にも輸送艦艇や支援艦艇に広く搭載された。その後、1993年には日本無線により発展型の OPS-39 が開発され、本機の後継となった。ただし現在では、 オプス -20 などの公開レーダーが配備されていることから、オプス -39 の配備は、おおむね機雷戦艦艇に限定されている。ありがとうございます。